ちゃこんにちは、さゆたかさん。なんだよ。あ、半袖だ。そう、当たり前だよ、お前。あれ寒いな、でもな。今日寒いです、東京。ちょっと肌寒いんですけれども、はい、ちょっと寒いのは、ジャイアンツファンの気持ちもちょっと今寒いのかなというふうに。うまい。もう無理やりやだな。無理くりですね、はい、無理くり。あの、ここまで中継ぎ、はい、まあ、7回の男と言われてきた西田投手、はい、あの防御率ね、0.00 で来ていたんですが、はい、まあ、2試合連続失点というところで、まあ、そうだな、逆転食らってんな、はい、2試合ともな、はい、はいはい、これ DeNA 戦、そしてヤクルト戦もそうなんですけれども、はい、まあ、DeNA 戦、これ4月26日なんですけども、これに関してはワンアウトしか奪えず3失点、はい、でさらに昨日のヤクルト戦に関しては7回に飛ば、そうです、それがどうしたのいやいや、それは打たれることだってあるよ。それは人がやってるんだもん、お前打たれるでしょまあいつかはそれ打たれたら、ね、いや、それは打たれるよ。だからそう、ただなぜじゃあここに来て2戦連続こう失点を許してしまってる、はい、そこまではゼロでいってたじゃないですか。これはまあひとたびね、バランスが崩れると、はい、やっぱこうリズム感、あのゲームに入っていき方とか、うん、やっぱ不安になるじゃない、うん、それまではこう自信持っていってて抑えた、また自信になるとか、うん、でも一つ高いが外れるとさ、はい、やっぱ自信喪失だな、うん、だから不安な気持ちでマウンド行くからおかしくなるという、だから確固たる実績もあるわけじゃないじゃん、今までに、うん、まあ、今年ルーキーだから当然だよね、はい、まあ、でもやっぱプロだから研究もしてくるよね。もちろん相手はそうですね。そうだよね、うん、まあ、それとやっぱ疲れなのか、うん、本来西田でってコントロールのいいピッチャーなんだよ、はい、でもやっぱばらつきあるな、そのコントロールという意味では、うん、でフォアボールを出さないというコントロールに今なっちゃってんだよ。だから真ん中、うん、真ん中にボールが集まってきてるから、はい、それは打たれるわ。それと球威も落ちてる。やっぱ疲れですよね。やっぱ疲れだよね、うん、まあ、それとやっぱ昨日のヤクルト戦に関しては全試合の失敗があるから、うん、まあ、一生懸命さが裏目に出てるというかね、まあ、そういうことは言えるし、まあ、キレもないな、まあ、あの巨人だけがまあ9連戦で来てたという中での、はい、そのどうしてもやっぱりこう接戦になっていると中立投手に頼りたいっていうところもそうなんですか。西立てね、あ、西立て投手に、まあ、おかしいな、今日なんかあったろ、今日何もない西立て投手にっていうところでの、はい、やっぱルーキーでのそのあたりの過労ではないですけれどもあるんですか。まあ過労さ、まあ、老人みたいな感じで言うのいや、まあまあ確かにそらね、ずっとユニフォーム着て、はい、毎日よ、うん、で待機しててっていう経験がないから、だからその経験とも戦ってるっていうこともあるし、はい、やっぱりプロだから研究もされてるっていうこともあるよね、うん、だから俺が一つ提案したいのは、はい、クイックだとタイミングがもうほとんどそうなんですよ、うん、はい、それとクイックもいいけども、うん、足上げるフォームもやっぱり身につけた方がいい、これから長くやるんだったら、はい、全部クイックだったらクイックで合いやすいから、いや一定のリズムでごまかすとこがないから、はい、そのままスッと打てに行ける、打ちに行ける。いやだけど足がたまに上がったってなると、はい、やっぱねバッターも考えるわけよ、うん、だからそのフォームを習得するだけでも自分が楽になるから、うん、それは俺はやった方がいいと思うよ、うん、あれランナーがいない時だって全部クイックだから、うん、そうなんですよね、ちょっと投げ急いでるように見えてしまうという、あ、そうだな、まあそういう風に見えるのは、まあ、クイックだからということだと思うけど、はい、でも決して投げ急いでるわけではなくて、はい、まあ、そう見えちゃうんだよね、うん、だからそれはやっぱ損だな。そうですね、うん、あとは例えば配球面というかリードの面という意味では、はい、そのキャッチャーが構えたところ要求するボールに西立て投手のボールっていうのは行ってるんですか昨日と。いやだから昨日なんか行ってない、だいたい真ん中真ん中に集まってきた、ね、そう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 、その真ん中に入っていっちゃうっていうピッチャーの意識っていうのはやっぱフォアボールが怖いってことなんですか。もともとね、はい、彼はその中央時代から先発でしょ、はい、でどんどん向かっていくピッチャーなんだよね、うん、でフォアボールを極力避けて、うん、どんどん勝負していく、はい、でもアマチュアの時はそれでも抑えられた、うん、まあ、しかしやっぱボールは振らない、うん、プロだと、はい、ね、追っかけない、うん、おっしゃるストライクで勝負しなきゃいけない、うん、でもその自分の持ってるあの本質がどん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 真ん中に吸い込まれるように投げてるという、まあ、そういう、まあ、疲れだと思うよ彼の場合は、う
だ持ってるものっていうのは素晴らしくいいし、はい、1回こう休ませてやるといいなと思うけどね、まあ、阿部監督の使い方も見てて、はい、無理しては使ってないんだよ、うん、まあ、それでもやっぱこう待ってる疲れっていうのも多分あると思うんだよね、はい、これはね性格によるものがあるんだけども、待ってる時にそれを待つ喜びを、喜びっていうかこう心の振り方っていうのを、まあ慣れてる人だったら分かると思うけども、はい、だけどその慣れてないとさ、彼ってすごい真面目っぽいでしょ、っぽいですね、なあ、だから、はい、おわくるくるとかさ、どん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 こう待つだけで疲労してんじゃないかなっていうような、うん、まあ、性格的に見るとね、そうですね、うん、だから非常に、まあ、これは乗り切っていかなきゃいけないことだけども、どうやって乗り切るかなっていうのは楽しみだけどね。そうですよね、うん、しかも、まあ、勝ちパターンでホールドだったりとかがつく場面で出ていくということはかなりの点差だったり、うん、負けゲームは出ていかない投手であって、うん、そうすると競ってる中での勝ってる場面、まあ、そりゃそうですよね、うん、で今の巨人の状況っていうのがなかなかこう点が入らないという中でのもういろんなプレッシャーっていうのは見えない中であるんですか、まあ、そこまで考えれてるかな。ただ抑えるだけを考えてると思うけどもね、うん、まあ、そこまでその逆転されちゃいけないって、まあ、逆転、まあ、マイナス思考でおそらく入ると思うんだよねああいう場面で投げるピッチャーは、はい、まあ、だけどそこまでは深くは考えてないと思うけども、うん、ただ性格が真面目すぎるのかなっていう感じがする、うんうん、それとやっぱ投げ急ぎっていうふうに言ったけども、はい、ああいう場面ってね一球一球がすごく大切な場面なんだよね、はい、そしたらなんていうのタイム測ってるわけじゃないからピッチクロックがあるわけじゃないから、はい、ちょっと時間をかけてもいいと思うんだよ、うん、だからまあそこら辺の時間の使い方をもう少しうまくできるといいのかなっていうふうには思うけどね。そうですね、うん、まあ、阿部監督はあの中継ぎのピッチャー打たれてもやっぱりあの擁護するというか次も行ってもらうしそらそうだというのはねお話ししていたんですけど、あとはねキャッチャーだな、うん、はそれは例えば、まあ、パンと取る、うん、ね、もうすぐ返すんじゃなくて、うん、立ち上がって、はい、ボール来れるなにして、うん、ちょっと間を上げてやるとか、だそういうことだけでもちょっと変わってくると思うよ。そのあの西鉄投手の気持ちだったりとかそのペースとテンポがね、テンポが。で、まああのバッターボックスの前だっていいよいいよって、うん、まあまあ、ちょっとゆっくり来いゆっくり来いみたいな、うん、まあ、そういう感じでも全然変わるとは思うけどね。そうですよね、もうとにかくかかった馬みたいに言っちゃってるもうずっと手綱引かなきゃだお前どうすんだみたいな。そうなんですよね、だから見てるこっちがこのままじゃお前ヒートアップしてお前オーバーヒートするぞみたいな。いや本当投げ急いでるなっていう感覚がねどうしても見ててあるので、うん、だからもう少しこうキャッチャーばっかり見るんじゃなくて球場全体見てごらんって、うん、そんな感じでいいと思うけどな。例えばそのフォームにしてもクイック気味のだったり織り交ぜながらちょっとゆっくり上げてみたりとか、はい、そういうのはピッチャーとしてはすぐにできる。いやどうなんだろうね、まあ、器用なピッチャーだったらできると思うけども、うんうん、あのまあ、西舘は器用なタイプだというふうに思うけどもね、だからワンテンポで投げるから、はい、クイックの中でもっていうか足を上げた中でもちょっと上げ方を変えるとか、うん、それだけでもちょっとしたズレが起きるから、はい、起きる時があるからバッターって、だからそういうことも自分本位で投げるんじゃなくて相手のこと相手の心理そういうことをこう考えながら投げると、はい、まあいいのかなっていうような感じはするけどもね、まあ、あとはねやっぱり右に対してのインサイドの使い方が少なすぎる。それは配球から言うとそれはキャッチャーの配球が、まあ、キャッチャーなのか自分がその要求しないのかそれは分からないけども、はい、やっぱこう厳しいところにやっぱインサイド見せとる、見せて、見せに行くとか、はい、やっぱ取りに行かないとやっぱなかなかこう幅を使えない。そうですね、どっちかに偏る配球見てるとね、はい、でまあその球種にもよるところがあるかはもう分かんないけど西舘のちょっと偏りがあるな。だ左のインサイドは投げれるんだけど、はい、右のインサイドは投げにくそうだよな。そもそもそのインサイド右バッターへのインサイドっていうのは西舘投手っていうのはいけるはいけるんですよね。いかなきゃ勝てない。そうですよね、いかなきゃいけない厳しいところに、うん、ただアマチュアの時はいかなくても勝てた、ボールの力が上回ってたからね、はい、でもプロだとやっぱ外に
8割来るようなピッチャーだったら必ず打つよ。そうですね、うん、だからまあそこら辺がちょっと偏りが出てるのかなっていう、うん、それとやっぱり10試合投げてきて、うん、まあ、それでこう資料を見て、配球の偏りだとかそういうのが出てるのかもわからないよね。 そうですね、まあ、それで打たれてるとか、はい、まあ、そういうこともあると思う。特にね、やっぱり昨日から当たってるヤクルトっていうのは打線が非常にいいので、まあまあな、やっぱりこう来たら打たれちゃうというか打っていきますよね。まあ昨年まではね、うん、巨人ヤクルトっていう、ヤクルト巨人でもそうだけど、うん、はい、まあ、神宮とか東京ドームでやる試合っていうのは荒れた試合って多かったんだよ、うん、ホームラン合戦だとかさ、はい、もう10点境に勝負決まるぞみたいな、はい、まあ、そういう試合がまあちょこちょこ行われてて、うん、今年の場合は一方的になるよね、打たれ出したら。なります。やっぱ巨人が打てないから、はい、だからそこを食い止めるにはもうピッチャーしかないからね、うんうん、まあ、それと相手はその西舘のことを研究するけども、巨人が西舘のことを研究してるかどうかだよね。そこですね、うん、だからこの10試合ホールドあった、連続できた、うん、ね、偏りが出てるぞって、うん、少しだからちょっと散らせというようなことを、はい、まあ、先にやんないとな。そうですね、それ先にやってやんないと、相手のチームにそれを攻略されてしまってるようじゃ、ゴテゴテに回ってしまうってことですよね。敵のことはよく研究するけど、うん、自分のところっていうのはさ、成功してたら、はい、あまりこう目がいかないというかね、うん、まあ、そういう傾向にあるよね、はい、ただいつかやられる時があるっていう危機感を持ってやらないと、うん、はい、まあ、止まらなくなるよ、これは。失点だったり、失点が、うん、だからこれはちょっと危険ゾーンには入ってることは確かだね。そうですね、うん、まあ、おそらく今日も競ってる場面だったりとか、ね、7回だったり後半に もしかすると出てくるかもしれない。今日は俺使わないような気がするな。いや、他にいるもん、バルドナードがいて、はい、まあ、泉も状態いいし、で大勢がいいでしょ。そうですね、船場様投手も頑張って、船場様、うん、この4人で7、8、9、まあ、西田でちょっと、まあ、昨日の今日で出すとちょっとあんまり状態的には俺は変わらないと思うよ、うん、それとヤクルト打線が当たってるっていうところ。そうですよね、だから場面によってはいいよね、7、8、9だったら出してみるとか、うん、まあ、7回が、あ、7、8、9、あ、西田で行ってみるかみたいな、うん、でここで自信をね、もう一度リズムを取り戻してくれれば、はい、うん、まあ、いいとしても、うん、これが1番から始まるとか3番から始まるとちょっときついかもわからない。だから西田ってほとんどフォアボールがないピッチャーだと思ってたんだけど、はい、でも昨日でも出してるでしょ、はい、うん、だからフォアボールのランナーも帰ってきてるしさ、うん、まあ、そうなってくるとやっぱこうリズムは完全に崩れてるよね。そうですよね、うん、まあ、明日は木曜日なので試合がないですけれども、うん、だから今日出さない方がいいよ。出さない方がいい。だから2日間休養になるじゃん。そうですね、あ、もう当てた方がいいですかね。やっぱね、思いのほか疲れてるよやっぱ。そっか、うん、学生ってなんで若いから体力あるって思うじゃない、うん、はい、でも精神的なスタミナっていうのはまだ育ってる途中だと思うんだよね、はい、で体力的にはいけるかもわからない、肩の張りとかも大丈夫、うん、まあ、だけど精神的な負担っていうかさ、うん、疲労というか、うん、スタミナというか、まあ、そういうものはあまり宿ってないような、うん、まあ、そんな感じがするよね、うん、まあ、今日明日休んでまた金曜日からの仕切り直しでいいんじゃない。うん、そっちの方がいいのかなっていう。どう、うん、私もなんかそんな気がします。お母さん、お母さん、お母さんとしては無理にそうだろ、うん、行かせ、他にピッチャーいるんであればそれをちょっとメンタル面だったりそのフォームだったり客観的に自分のことを例えば、ね、VTR なんかで見て、あ、こうしようかな、あ、しようかなっていう日に2日間当てた方がその後のことを考えた時にいいのかなって思います、うん、はい、まあ母親の意見でした。そうですね。